シュラクルサカタニアテオミナボンジョルノオルティージア青いミシチリアパレルモン あ、お疲れ様っす。あ、お前遅えな。あ、すいません。あ、ご苦労さん。あ、ご苦労さんっす。久しぶり。あ、そうですね、確かに。うん。そうですね、優雅にティータイムを。あ、そう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 。まあ、コンビニのだけどな。いや、それがまたかっこいいんですよ。そうだろ。はい。最近のこの街カフェ、あと高いコーヒー、街カフェと比べて高いとこあるだろ。はい。ああいうとこでよ、コーヒー一杯牛丼食えちゃうから。あ、確かに。500円ぐらいするんだから。おい、ちょっと、ちょ、牛丼語っていい、ちょっと。あれ牛丼なんてお父さん見たの食べるんですか。ちょっと牛丼語っていい。あ、いやいや、もちろん、どうぞ。俺今、はい、お前と待ち合わせの前にな、松屋行ってきたんだよ。はい。松屋好き。知ってますよ。いや、それ知ってるわ。じゃ男は松屋誰も知ってる。あ、はいはい。でもやっぱ吉野家派だとか、はい、すき家の方がいいとか、はい、俺は松屋だなとか、あるだろ。ありますあります、派閥がね。そうそう、派閥が、派閥がね。で、実を言うと、はい、俺は結構松屋そんなだったんだよ。はい。ノーマークというか。はい。牛丼大本命は、モグリキャップの大本命牛丼は吉野家。まあ一般的には一本かぶりの人気ですからね。そう、はい、一本どっこやもう。そうだろう、お前。タンパク質ですか。ああ、まあ、はい、タンパク質の一本どっこだろ。んでよ、すき家っていうのが最近たくさんの品数いっぱい出してきて、バリエーションを増やして、はい、ちょっとこう、なんつうんだろう、一人で入りやすい店みたいな雰囲気もありつつの、はい、スキヤが若者にも人気になってきてた。確かに。そう、そんな中でよ、あんまり手も品も変えずに、はい、ずっと王道スタイル貫く松屋に、はい、ちょっと俺もちげえなこいつらはって思ってたの。はい。な、ところがどっこさっき入ったんだよ、はい、久々にな、はい、まあ、実はクリスマスも一人で入ってんだけど、はい、そうしたらよ、まあ、普通に牛丼と豚汁セット頼んだの。はい。何に感動したと思う。豚汁のあったかさですか。いや、それはまあ冷たい豚汁出すとこねえだろ。あ、そっか。殺すぞお前。あ、自分の上着を脱いで、はい、で上着をこう置くとこねえかなって、こんななって、あ、ここもダメ、じゃあ隣の椅子どうしよっかなって、上着持ってこう手持ち無沙汰になってたら、もう来たんだよ、呼ばれたんだよ、カウンターに取り来てくださいって。え、そんなに早くに。ちょっぱいだろ。わかる。めちゃくちゃ腹減ってる時に入って、はい、その気持ちを満たしてくれるそののってスピード感なんだよ。確かにタイムイズマネーって言われるこのご時世ですから。そう、時間は金なんだよ、時は。ましてや、織田さんのよ、多分ご多忙人間にとっては。そう、はい。しかもな、完全食券で、完全にその店員さんとの距離が、はい、完全に一覧、ラーメンの一覧状態なんだよ。はい、わかる。わかります、わかります。これが今のストレスフリーの社会に噛み合ってんだよ、このストレス社会に。確かに。そのストレスフリーな環境が、はい。だから吉野家とかだと、おっちゃんとかのバイトが、はい、目の前でこうカウンター拭いてたり、あ、ちょっと動きが視界に入るんだよ、ワイパーみたいにね。そう、はい、ベストキットの宮地さんみたいな。ワックスにワックスを落としたっけ。そう、乗り行きパッと漏れたのよ。乗り行きパッと漏れたの、あのこの動き。 あれが視界に入るからな、はい、ちょっとこっちもよな、変な回し入れとかしなきゃいけなくなるだろ、お前。ところが、はい、松屋に関してはな、はい、それも全て関わらないで済むことと、はい、そのスピード感、はい、あとそのほっとかれてる感じも俺好きなんだよ。まあ、確かにあそこはちょっと距離がありますよね。そう、はい。そして何とも言えない味、わかる。別に超うまいとかじゃないんだよ、うん、やっぱり吉野家がうまいかもしんないよ。ほうほうほう。味で言えばな、ただ例えば今その味思い出せるかって言ったら、ちょっと思い出せないかもしんないよ、はい、牛飯に関しては。はい。その良さわかる。まあわかりますね。可もなく不可もなくこそが、それそれそれなんだよ。ね、中央こそが王道と言いますか。それ、はい、分かってんじゃん。はい、分かってんね。はい、風水から今来ました。まあそれはいいわ。あ、そう、すいません。っていうのもな、はい、あまりに美味しかったりすると、はい、な、そこの牛飯がピカイチだと思って食べちゃうと、はい、こうつつけちゃうね、自分で。あ、前回もっと美味しかったのにとか、はい、やっぱりフランチャイズだから、他店はもっと美味しかったのに、ここはちょっとなとかって言うと、損した気になっちゃうだろ。はい。それ幸せな気になるんだよ、かもなく不可もないと。確かに。しかも松屋はね、どこ行ってもありますからね。そうなんだよ、はい、今俺の中で松屋がトップオブトップにも君臨したわ。おお、完全にまくった。ジャンプアップしてきましたか。ジャンプアップな。そうそこまで織田さん松屋好きだったら、一つちょっと質問していいですか。あ、いいよいいよ、何でもいい。あの松屋で最近はかかってないけど、ちょっと前にかかってた、よく店内でかかる音楽あるじゃないですか。それわかんねえな俺。ウェルラルおいしさ松屋、聞いたことないですか。
いや、俺ですよ、ビギナーだな。よー、松屋って。あれね。お前の方が詳しいかもしんねえ。なんか悔しいけど。まあ、確かに私も週に2回は行ってますからね、松屋。あ、そうなの、はい、まあ、そりゃそうだよな。お前といえばやっぱコストパフォーマンスの、はい、低価格帯の飯屋に関しては、そうなんです。まあ、うるさいよな。低プライスで高カロリーのものを積極的に摂取してますから。まあ、だから俗に言う、伊達に貧乏やってねえってやつだろ。遊びじゃないんですよ、こっちの。本当にプロの貧乏やってますから。そうだ、遊びじゃないよ、はい、いや、聞いたことないですか。お前、なんすって今プロ貧乏。あ、プロの貧乏です。プロの貧乏みんな、はい、お前面白いな、やっぱな。そのケチ、あのちょっと節約するとか、うん、断捨離とかそういう話じゃないんですよ。そういう話じゃないんだよな。そういうね、なんかライフスタイルじゃなくて今日どう生きるかですから。ウェルアーおいしさ、うん、松屋って知らないですか。知らねえわ。あ、俺が知ってた大黒ドラッグのあの歌までだわ。さあサプリだ、元気スプラッシュでカーニバル。おー、いいっすね。あれは知ってる。食べるさ、太陽が燃える、テテテテテテだろ。ラララララララ。そろそろプロファイリングする。あー、すいません、今日プロファイリングか。そうそうそう。まあ、本当はちょっとこの時間あんま入りたくねえんだけどよ、俺のふるさと。ああ、武器ですね、武器。ああ、あの武器とか大丈夫大丈夫なってもらってないんだけど。ただその今よ、街を騒がしてるニュース、はい、はいはいはい、まあ、こんななっちゃったね今。そうなんですよ、もうソフィアビルはもう全部ホストですね今だから言うけど、はい、昔俺のいたところの事務所、今度6階だったんで、朝から九州なんで、はい、当番の時、そこの窓からしょっちゅうこのホストに来る女の子のお客さんとか声かけたんですか。いや、あいつ足が不定とか、あれダメだとかよく言ってたよ。そっからな、ホテルに敷き込むバカとか見て、はい、あいつネタ食ってんなとか。文字通りのドヤクザライフを送ってたんですね。そうそう。そうなんだよ、はい、アホみてえによ。あれ今シャブ買ってきたなとか分かるんだよ、そのなんか歩き方で、はい、後ろ姿で出すんだよ、はい、奴らは。とかこの髪つかみ合って喧嘩とかってなってるような奴らがこれ写真とか撮るんだよ、その激写パパラッチ、はい、朝方のとか。そんなのもその一番いいアリーナ席で撮ってこれは。そうそうそう、懐かしいな。当時の俺の上の人とかもしょっちゅうしけ込んでホテルから出てホテル暮らししてる人とかいたよ。まあ立地も立地だしな、まあここ本当特捜最前線といっても過言じゃないです。はい、当番も来ないでずっとホテルしけ込んで月にいくらかかってんだよっていう。っていうのもな、はい、今その叩きがあるだろ。ああ、連続強盗ですね。そうそう、その連続強盗のなんか指示役のなんだっけ。あ、ルフィ。あ、そうそうそう、フィリピンだろ。あーらしいですね、うん、どうなるのかなあれ、うん、まあ、だからそのルフィっていうのが今本当にフィリピンのどこにいるのかっていうのを、はい、ちゃんと俺たちで調査プロファイリングするっていう手入れ、はいはい、手入れというかな、そういう気持ちで来たんだけど、はい、その お前がさっき言ってた件となんか違うじゃん。あ、なんかお前もっと違う、俺そのルフィの件かと思ったんだよ。あ、私のお前が歌舞伎集合っていうから。ああ、ちょっとなんかちょっと違ったニュアンスだな、お前なんかさっきから言ってんの。ああ、どうしたんだよ。ああ、急に曇って。お前急に曇った顔してる。実はあの私、うん、警察が巻き込まれまして、本当の話なんですけど。お前何考えてるんだよ。で、誰刺したんだ、誰か。いや、刺してはいないですよ。刺してないけど、むしろ善良なる無線職か。いやー、まあそうじゃないんですけど、お金もまあ数万円持ってましたし、その時は。まあ、ですね。お前被害者か、じゃあ。そうですね、どっちかというと。まあある、まあこれ、ウリタさんに怒られるから言わなかったんですよ。まだ酒飲んでるのかっていうことで怒られると思って言ってなかったんですけど。いや、飲んでるの知ってるからいいんだよ。あ、そっか。どうせお前は。昨年、何、ちょっと、フラッとあるスナックに一元で入ったんです。一元でな。はい。で、ママさんも関係してくださって、で、その時お客さんもいらっしゃったんです。で、まあ、飲み始めて。で、まあ、お前以外にもう一人だけいたり、客が。もう一人いらっしゃって、常連の方が。で、その常連の方がトイレに行ったっきり戻ってこなかったんですよ。なんか寝ちゃったらしくて。で、いつもそうなんですっていうふうに言うんです、ママが。
で、まあ、結局マンツーマンで飲んでたわけです。要はこの光景はもうしょっちゅうのことだよと、毎度のことだよっていうな、はい、でマンツーマンで一緒にカラオケ歌ったりなんやで、あっという間に意気投合して、でそのママがね、こういうことを気になることを言ってたんですよ、私はお酒飲むとね、変わっちゃうのよって、え、変わるってどういうことですか、酒乱ですかって聞いて、酒乱は勘弁ですよって言ったら、そうじゃないんだけど、パーッとなっちゃって、次の日いつもお客さんに昨日すごいことになってたねって言われて、でも私全然覚えてないのって、へー、じゃあちょっと酒癖悪いんですかって、いや悪いというか陽気にパーッとなっちゃうのよねって言って、で、まあ、実際どうなるか気になるんだったら一緒に飲みに行けば分かるわよっていうふうに、それとなしに誘ってるわけですよ、ただ僕も初めて行った店ですし、まあ本当は誘いたいのはやまやまでしたけど、まあ機会があったらねって言ったら、今日行こうみたいな、なんかそんな話の流れになっていったんですよ、で、まあ、私としても、まあ、下心ゼロだったとは言わないですよ、あ、ママとね、はい、綺麗なの、ああ、そこそこですね、ここで、ここで、ある店飲みに行きまして、で、飲みに行って、3、40分飲んで、で、その頃になって、ちょっとその方もだんだん酔っ払ってきて、別に知らんではないんですけど、ちょっと、まあ、ちょっと短くまとめる。あ、そうですね、で、まあ、何があったんですかね、飲んで、その後そろそろ、もうお店戻った方がいいんじゃない、お客さん置きっぱなしだし、そうねっつって出てって、だって常連突っ伏したままなんで、そうなんです、トイレに突っ伏したままなんですよ、で、オンモに、その僕が連れてった店から出て、15秒後に戻ってきたら、顔色が全部変わってて、エクソシストみたいな顔になって、ママの顔、はい、私のことをギロリと見るなり、ドラボーって大声で叫んで、で、金返せって言ってきて、え、どういうことって、どうしたどうしたどうした、なんか忘れ物でもしたのかって、探そうかって言ったけど、いいから返せの一点張りなんですよ、で警察やべえだろ、なんだろうって言ってくるから、あ、じゃあちょっと呼んでくださいって、ほんで警察呼んで、まあ結局6時間ぐらいですね、事情聴取で、結局私はもちろん取ってないから、私から何も出てこないわけですよ、で、ママはでもそれでも、あいつがやったに違いない、あいつを殺してやるってずっと叫んでるんですよ、で、まあ結局、ママがな、お前のことを殺してやるって、はい、で警察は行事じゃないけど、まあどっちも聞かないし、これ以上喋っててもエスカレートするばっかりだから基本のところはって、で、別れてだっていう出来事があって、なるほどな、そういう新宿インシデントがありまして、お前インシデントな、はい、新宿インシデント、お前何やってる、返さなきゃ、はい、何やってんだ、私が犯人、だってだどこで叩かれたんだろう、お前、プロファイリングで初の星を挙げる瞬間がまさかお前だったなんてよ、あ、私がミスミス自供して、何やってんだお前、ママの何にすんだ、あ、え、パンティ2枚と、ああ、いやいや、冗談でやめてください、そうだ、ママのパンティさすがに取らねえだ、はい、いやいや、実は、まあ、分かる、疑われたんだろ、要は、そうなんですよ、全くの脱ぎ犬で、で、どうなったの、警察来て、警察がもう帰りなさいと、お兄さんも分かったというか、だって取ってもいなければ関係ねえんだろ、そう、これ以上話しても平行線だから、あ、謝らせたの、いや、でも謝る気配も一切ないし、すごいエスカレートしてるから、あの、もう今日とか帰った方がいいですって言って、でそれ以降は別に何もないんですけども、すごく気分の悪いまま年を越したっていう、それ常連と店出てきた時からもう荷物なかったんじゃないの、だから僕は思うに多分家とか店に置きっぱなしだったんだと思うんですよね、とかよくあるのはトイレだよ、トイレに立ち寄った時にパッとポーチだなんだって置いてくんだよ、もしくは初めから持って出てないかな、まあその可能性もありますよね、まあね、多分家に帰ったら見つかったってパターンだと思うんですけどね、ならいいけどな、まあはい、これな、これ俺な、実はママ擁護するわけじゃないけど、擁護しないでくださいよ、いや俺ママの気持ち分かるんだよ、え、なんですか、あのな、泥酔するぐらい飲んじゃって、はい、酔っ払ってな、で、あれ一定量超えて飲んじゃうと時間帯とかも遅くて、はい、新しい新顔と一緒になったりするとよ、自分のものがなくなったりするとちょっとな、疑っちゃうんだよ、あ、まあその人間心理わからんでもないですね、俺昔新宿2丁目で飲んでてヤクザみたいなやつと仲良くなって飲んでた時に、その時に限って俺の財布がなくなって、はい、で、トイレから戻って、あ、財布がねえってちょっと気食って、ちょっと一人でテンパってたら、はい、またその知り合ったばっかの謎の男が、どうしたの、大丈夫なんつって
すごい親切な感じで言うんだけど、それがまたちょっとプロのよ、ああプロの余裕というか、プロの余裕に見えて、ごまかし演技だと思ったんですね。そうで、ちょっと店員とかに横柄だったんだそいつが。へー、店員たちにまで、お前らウビちゃんの財布探せよ、誰か取ってねえのかよってみんなが巻き込んでやりだしたんだよ、うんうんうん、それがまたよ小芝居に見えちゃって、なるほど、俺の中でもうそいつだってなっちゃってよ、はい、疑って、実は全然違ったんだよ本当に申し訳なくて謝ったけど、もちろん、あ謝ったんですね。すごい酔っ払わせ、もちろんな、そこがやっぱり瓜田さんのいいとこですよ。うん、はい、だってね、うん、で謝んねえのか、だってその後何の連絡っていうか、まあ僕の連絡先も知らないんですけど、うん、警察捨てに謝罪でもあれば、うん、気持ちよくあれできたのにと思って。そりゃそうだな、まあ新宿インシデントだよな、それも含めて。まあ確かに。ちょっとよ、お前と高校来たの初めてだろう。ああ確かに。俺が子供の時な、本人も出てくるけど、はい、今はもう経営変わっちゃったけど、ここが花屋で当時。で、俺はそこで育ったんだよ。知ってますよ。うん。じゃプロファイルでここやったことないから。確かに。そうなんだ。俺の当時の実家っていうか、あれに来た初めてだろ。ああ、確かにちょっと新鮮な気持ちになりました。塩でも湧いてきますか。お前殺されるの。俺がな、そんで本当もう幼稚園とか、はい、小学校低学年の時に、ここの、ここでいつも遊んでたんだよ。ここ。この店の裏口からこっちに行けるんだよ。はい。でも、ここの階段でしょっちゅうを、お父ちゃんが隠れてきたり。へぇ。この階段の上の方とかよ、行ったり来たりしてたよ。じゃんけんぽい、チヨコレートとかやったんすか。そうそうそう。いや、それはやんねえよ。あ、それやんなかった。そう。で、たまに綺麗なホステスのお姉さんとかが、はい。相手してくれるんだ。僕ちゃん何やってんの？そうそう、隣の喫茶店とかにいると、はい、喫茶店の前とかで遊んでると、はい、スーパーボールとかで遊んでると、はい、で綺麗なホステスの人が声かけてくれて、へえ、味しめてわざとスーパーボールたくさん持って気を引くために、そうそうそう、気を引くためにある程度この程度いろいろやってて可愛らしいだろ。可愛らしいですね。あ、あれなかったんですか、そのスーパーボールがバウンドしてスカートの中当たって入って土手落ちて。いやいや、だからそういうことをこっちはもう、ね、願、そういうことを望んでんだけど、はい、案外車の方までブンブン行っちゃうんだよ。なるほど。それ取りに行こうとして危ないって怒られたりして、逆に。あ、いいっすね、そうやって気を引くっていうね。そう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 、危ないってその人は心配してくれたから、ちげえ、俺はお前を止めてたんだよって感じだろ。おお、やっぱ当時からやっぱ瓜田さん透けこましだったんですね。お前と違うけどな。はい、俺はその姉ちゃんたちが寄ってきたから。いや、いいっすね、アメリカの スーパーボールね。もういいけど、この新宿のスーパーボールも楽しいですね。そう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 、うん、あ、でもいいっすね、歌舞伎町のこの裏路地久しぶりに歩くとね。いいな、やっぱちっちゃい頃からの思い出だから、ね、うん。お前とかこの辺なんか思い出ないの？あ、この辺、まあいろんなホテル行きましたけどね。おう、あの、何お前浮き名流したぶってんの？あ、浮き名っていうのはちょっと大げさですけど。あ、どうせデリヘルとかだね。はい、7、8割方行ったんじゃないですかね。あ、これ歌舞伎の、はい、お前のくせに、はい、生意気だねお前ですよ、ね、あ、そうなの。やっぱ仮初めの恋とはいえ、ああ90分2枚の恋とはいえ、やっぱ本気ですから私はお前結構何事も遊びじゃねえな。はい、実はだからその何ですか、その、うん、おい、デコ来たぞ。 お前財布盗んだんだろ。あ、堀田さん、挨拶挨拶、どうぞ。そうどういう話しました今。え、お前とどんな話しました？いや、もちろん向こうも。あ、あのプロファイラーの。あ、いや、そうだよ、そうだよ。聞いてみ。ほら。あ、本当だ、本当だ。邪魔しちゃいけない。そう。お互い捜査中だから。確かに。でも、俺らさん、捜査の方もちょっと本腰入れていきたいんですよ。うん。っていうか、あの、私も、うん、いたずらに、うん、こうやって街をうろついてるわけじゃなくて。遊びじゃねえって言ってんの？ちょ、だから、お前がママに財布返すプロファイラーだろ？その件じゃなくて、うん、あルフィ、はい、あれか、結構角度の、あんな、まあ、フィリピンにいたらもう捕まんねえよ。はい、ぶっちゃけ、あれ何、デリヘル、いや、あれは違うと思いますね。ホストか。これからキャバクラに出勤する子じゃないですかね、おそらく。キャバクラじゃないだろ。ほら、いや、ダメですよ、その人のプライバシーを。この検索したら、え、撮っとくよ。なんか千客万来みたいな感じじゃないですか。いらっしゃいませっつって。
そういうことな。パオヤンが。パオヤンが。招き猫的なやつか。はい、ですね。パオヤンが。はい。いいっすね。お前は憧れるだろ。え？お前も機能しなくなったんだろ、お前その年で。こういうパオヤン見たらお前もちょっと憧れるだろ。沖縄流した頃を思い出すだろ。沖縄流せないんだよ。はい。下手すると射精の瞬間でさえ立ってないから。え？射精の瞬間でさえ立ってないから。どんな体してんだって。立てないでどうやって射精するの？でもできるんですよ、フニャでも。出るんですよ、出るもん。叩きで出てくるんですよ、出るもん。誰も。あれから全部出せないけど全部出てくるんですよ。お前な、はい、これ YouTube 撮影で分かってんの？あ、はい、最近お前が調子乗ってどんどん広告審査に引っかかるような発言するけど聞いてるの？あ、はいはい。まあ、じゃあ話戻るけど、はい、結局なフィリピンに行かれちゃったらどうしようもないんだよ。で、その何テレグラム、はい、やり取りがバレない、その、なんかあんだろ、アプリが、はい、うん、テレグラム使って、うん、まあ、指示してるやつも若いよ。そうなんですかね、うん、まあでも、蛇の道は蛇で、うん、やっぱりね、角度の高い情報っていうのはね、うん、日本にいながらしてもキャッチできるんですよ。あ、そうなの？はい。お前今日結構仕事できるの？まあやっぱ、もう 4,5 年やってますから、うん、はい、まあ、そうだよな、はい、ああで、ね、どこで情報入れるの？あ、でちょっとどうもついていこうか。あ、できればちょっと一人で行きたいなって。あ、二人で行っちゃうとやっぱ目立っちゃうし。うん、栗田さんやっぱその有名ですから。あ、お前お抱えのなんかその情報のあれがあるの？あります。へえ。栗田さんだと覆面操作にならないんで、私の場合はちょっと面が割れてないんで。おうおう、目立つからな。はい、確かに確かにな。なのでちょっとそんな遠くないんでちょっと行きたいとこあるんですけども、ただちょっと若干若干経費がかかるんで。あ、経費は別にいいんだけど、それだけちょっと先にいただけたらなって。いや、経費はいいんだけど、はい、その本当にそれが有益な情報かどうかっていう。もちろん有益です。折り紙付きの、はい、もうホットな、お、角度の高い情報が、まあ、まあ、じゃあいや、領収書持ってこいよ。はい、まあ、一応操作だからな。 あ、もちろん。じゃあちょっとすいませんけど、90分だけ時間いただけますかね。90分？はい。何すんの？あ、一応こちらの方にちょっと事情を、はい、こちらの方で情報を、はい、こちらで情報をキャッチしようかなって。あ、そういうことか。フィリピンナイト、バナリ、はい、ふざけんなふざけてんのか、ふざけてんの。いやいや、お前、被害者いんのに、なあ、茶化してんじゃねえぞ。いやいや、なあ、こんなのいいだろ、早くそのままに。90分だけ。え？90分だけ。お願いですから。ごめんなさい。